皆さんこんばんは、今日も始まりました壊れかけラジオのお時間です。壊れかけのラジオとは CP コネクティングピーポーをモットーとし、人と人とをつなぐラジオを目指しています。 FM ギノワのスタジオよりこの後22時55分まで生放送でお送りいたします。また壊れかけのラジオではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。また FM ギノワンでは YouTube とツイキャスで音声と映像をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもよろしくお願いいたします。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。壊れかけのラジオ MC のちょっくんです。そして天に願うと書きまして天眼ことアキラです。さて本日はですね、素敵な CP ゲストの方が2人来ていただいております。アキラさん自己紹介お願いします。わてがですか、はい、アキラさんがお願いします。なんでそう、びっくりしちゃった今、ピーチラビッツより素敵なお二方呼んでおります。しゅんさんといちかちゃんです。お願いします。こんばんは。実はですね、はいはい、ピーチラビッツさんも2回目ということで。緊張してます？いや全然大丈夫。ちょっといつも通りです。素敵、素晴らしいよ、しゅんさん。いつも通りはいいですね。で前回はですね、ピーチラビッツの、ジョーカータバさんとショーキくんが、ね、はい、出てくれたんですけど、今日は、ギターボーカルのヤギが、ヤギとヤギがドラムのいちかさん、なんと、なんと、なんでこれ、何うまいこの、この味わい深い、味わい深いよ、しゅんさん。いいよ、いい味出してるよ。それゴールある？ない。ない。やってきてしまう。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、本当に今日、しかもね、ちょっとね、若干皆さんお知らせがあってね、YouTube を多分見て、今までチャットしてる方はちょっとね、そうなんですよね。ぜひツイキャスの方で、そうです。メッセージください。ツイキャス、FM ギノワンのホームページから見ることが多分おそらく早いと思いますので、ね、うん、そちらから飛んでいただいてツイキャスを見てもらう方がおそらくスムーズにいくと思いますので、そちらからよろしくお願いいたします。今日はツイキャスでお願いいたします。はい、で早速ですね、ツイキャスコメント来てます。さやさん、コンバースデー。コンバースデー。コンバースデー。先週は見に行けなくてごめんなさい、体調不良でダウンしていましたと。いいよ、チョックンが直すよ。俺が医者か俺は。あ、ピーチラビッツさん来たって来てますね。ありがとうございます。ね、なんかアカウント、あのインスタのアカウントフォローしたっていう、ありがとうございます。さえさん、さえさん、ぜひねライブの方にも足を運んでほしいよね。ほらインスタ見てますって来てる。ありがとうございます。ありがとうございます。でシュプリームさんの写真見えさん、お久しぶりですね。おこんばんは。昨日から新潟の山奥まで星と雲海の撮影に行ってきて、激寝不足で寝落ちする自信しかないです。もう、はい、これ聞きながら寝てください。すごい。そうですよね。雲海。綺麗そう。うん。どこすごい。雲海って何？雲海？ほら。雲の海。ああ、なるほど。山から見える。素晴らしい答え。そのハマじゃん。分かったか、チョック。分かってるよ。話流れ。分かる。でね、みんないちかちゃんの声聞きたいしね。その質問した、ね。じゃあ恒例の質問行こう。ない。あきらさんの恒例の質問から。オッケー。いい？じゃあいちかちゃんの好きな飲み物。はカフェラテ。おお、おしゃれだね。シャレ。そしてしゅんさん、ミルクティー。わあ、かわいい。あ、違ったな。惜しい。かわいかったけどな。俺もミルクティー好きだな。そしてねギャラリーの方ではね、チームピーチラビッツのですねジョーカータバさんが応援に来ておりますよ。そうですね、画面では見れないんですけどね、応援にしに来ていただいております。いや本当にねチーム愛を感じる。本当そうですよね。珍しく単品だったね。単品って言い方やめなさい。そうですね。じゃあそう、ここですよ、気になることあって、はい、その前もお話聞いたかもしれないですけど、このピーチラビッツを結成した生い立ち、理由、きっかけ、誰がどうやって声かけたのかとか、とかリーダーとかまずいるのかどうか気になるよね。一応ね、今は自分たちよく絡むようになってお話聞くこと多いんですけど、そこまでなんて言うんですか、
始まりを聞いたことがなくて、うん、どういった形でビチラビスが始まったのかなと。始まりは、はい、僕とボーカルのこの前来てた、うん、あの変なやつが変なやつショーなんとかね見せるかもしれない。そうそうそう、ショーキがバンドやろうぜって言って始めて、はい、で次にあの北斗ベースの、はい、ちょっとまだ見てないと思うけどみんな、うん、北斗を誘って自分がもうアピールして、うーん、でそこでそう3人が集まり、3人で、うん、3人でどれぐらいだったかな、でも結構3人で3ヶ月4ヶ月ぐらいやって、うん、でやっぱりライブしたいねって思った時にメンバーが欲しいって言って、いちかがドラムをやってるから、うん、いちかを誘って、ね、どういうつながりで、いちかはどういうつながり、こっちのお店のアルバイト。あ、そっか。あ、そこから。おお。でもバイトしながらなんかね、食器洗ってる時すごいリズム取ってたから、あ、この子はドラムいけるんじゃないか。急に盛るな急に盛るなだし、割れるし割れるわ。なんで急にね、このドラムやってるとか音楽の話とかなったのかな。だし多分、うん、あ、でもね、他の音楽もやってるから。オーケスト、あ、そう、ずっと吹奏楽やってたんで、それで音楽やってるのは知ってるから、知ってるからメンバーがお店に来てくれたりとかして、あ、そういうのやってるんだってやったら、僕も一応やってるから聞いてくれて、僕のバンドの、僕のバンドじゃないけどそうそう、フィーチラビッツの曲を聴いてくれて、いや、これならできるって言って、これ余裕ね、なるほどね、超上からだ叩いてやってもいいよっつってちょっと待ってよ、追加するね、うん、こんばんは待って待って待って、おもろいおー、こんばんは北斗、こんばんは僕がもうアピールした北斗です。あ、北斗ちゃん来てるね、本当に北斗とめっちゃバンドをもう一回やりたくて、あの、忘れもしないあの夜な、あの夜ね、うん、コンバースデイって来てほしかったな北斗あの、大丈夫、多分ドキドキしてない、うん、でもね、ピーチラビッツ今これでメンバー4名出たから最後北斗が出るよね。まあ、うん、北斗、え、あ、そうそう、北斗、あ、北斗くんも、第3回、3回目に、うん、なんと一人で出るってこと、めっちゃ楽しみにしてるそうそうそう、うん、できればね、早くて6月ぐらい、6月ぐらいね、ぜひお呼びしたいと思いますと思います。で、もう一人、あの、ジョーカー多摩さんいますよね、はい、ジョーカー多摩さんはどういう形で、あ、そっかそっか、話がね、そうそうそう、ごめんね、バンド結成のか、そうかそうかそうか、で、ジョーカー多摩さんは、うん、あの、正気が、うちの、うん、もう何回も出てくる正気が、うん、なんとコンビニでナンパしたんですよ。ナンパかやるなぁ、ね、で、くどいて、くどいて、いや、あの素材だから、うん、音楽やってんじゃねえか、そうそうっていうだけでそう、何も聞いてないのに、うん、僕バンドしてるんですけど、音楽好きですか、へそしたら、あ、なんかベース弾けますベース弾けます、バンドやります、あ、そう、あ、バンドやりますってか、怖いよ、ベース弾けますって言って、じゃあうちらのスタジオ遊びに来てくださいって言って、来てもらって、で、そこでさ、この4人だった時の曲をバーってやって、で、俺これ好きって言ってくれた、かっこいいね、いやなんか待って、今日いない人の話盛り上がってる、ちょっとジョーカー様ね、ピーチラビッツさんのベースのメンバーの紹介ですで、これで5人揃ってからもうずっと1年、そうですね、1年もう半になるかな、半ぐらいか、やって、早いね、今曲って全部で何曲ぐらい、今は持ち曲は9あって、で、作ってるのがあと1、2から、あ、今現在、あ、作成中っていうか曲はできてるけど、別にまだ多分まだまだ寝るところいっぱいあるんで、じゃあ全部で11になるっていうことですね、そうそう、全部でやってないこともあるから、ね、引っ下げてワンマンツアーとかできればね行きたいよね、そうですね、自分たちは何回かワンマンではないけど、うん、ライブに行かせてもらってて、ね、うん、ありがとうございます、いろんな曲を聴いてるんで、本当に、いえいえ、いつも、いやいや、こちらこそですよ、だってこちらも、ね、イベント呼んでもらって、本当に一緒に、ね、歌って、で、いちかさんはドラムをして一緒に、あの、やってやってもらってね、で、あの、俊介は、ギターやってくれて、うん、それもできたしね、うん、また今度はもっとね、うん、いろんな形が多分あると思うので、うん、本当にフェスとか急に呼ばれて、今まだね、ライブのまだその活動というかこれからの予定はまだ未定ですが、そうですね、うん、まあ、今は決まってないです、今まだね、決まってないけど、ね、
ね、これからまあどんどん決まっていくので、ぜひ そこら辺の情報をピーチラビッツさんのインスタで、そうですね、フォローしていただいて確認してもらえればと思います、うん、で、さえさんですね、うん、まさかのコンピリでナンパ、正気さんやるなって。いやでもすごいやつなんですよ、本当にそういうところは。そういうところはってことですか。真っ直ぐなところは。そうそうそう、本当にすごい。で、さえさんが好きなドリンクはってことに、いちかさん一緒って、カフェ、カフェラテ、カフェラテ、うわ、女の子みんなカフェラテ好きだからね。カフェラテ、5部屋ある、5部屋ある、これ大丈夫。ない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 。でカフェラテのうまい店を紹介してよ、ちょっくん。俺一番俺分からないと思いますよ。自分はもうね、チョコミントだけが大好きなんで。ちょっと忘れてた。チョコミント。そう、チョコミントね。あの、俊介もチョコミント大好きってことで。さっきチョコミントって言ったことなかった。そっちだったのか。って思ったけど、でも、飲み物だったらチョコミントじゃないもんね。飲み物だったらな、みたいな。メルクティーも好きって言わんかった？メルクティーも大好きですよ。ちょっと気が合うので。そうそうそう。味覚が一緒。味覚も一緒。味覚も一緒。味覚も一緒。顔も一緒。顔も一緒。待って待って、最近テニスの王子ナダルっぽいからちょっと待って。狙ってないから。うん、じゃあここでですね、はい、曲、そこの9曲あるうちの、まず今日は1曲。ピーチラビッツさんの曲ね。ピーチラビッツさんのね、うん、ブレイクダウン流したいと思いますので。聞いてください、ブレイクダウン。
いや、待って2人で笑わんの違う、なんかさ、なんかしゅんさんの周りで機械なことが結構起きてるからこれ、大丈夫だね、ゆめちゃんの呪いじゃない、大丈夫だね。あきら先輩、あの、私、先輩のこと壊れかけのラジオ、パーン、コンバースデー。はい、皆さんコンバースデー、コンバースデー。はい、本日はですね、ピーチラビッツから俊介くんといちかさんに来てもらいました。はい、メンソーレ、ありがとうございます。何これ、定番なの？いやいや、今考えたぶっ込むなよ。で、曲聴いてる間にですね、はいはい、いっぱい来てますね、ツイキャスのコメント。すっごさえさん、うん、はい、ツイキャスで曲聴けるようになったのってことなんですけど、こちらはですね、ピーチラビスさんが OK 出してくれてるので、あ、そういうことか。危険な問題もなしに、うん、あのツイキャスの方で音楽を流し切れてます。 OK です。大丈夫ですよね？はい、もちろんです。後からお金とか言わない、ね、言わない言わない。大丈夫で、名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。パリスヒルトンでございます。おお、ヒルトン。その自分たちのラジオの前にあって、旧名古屋っていう、うんうん、ラジオのパーソナリティさんが来てくれてます。で、味噌煮込みすきさん、遅れまして、コンバースデー、コンバースデー。で、名古屋のマスクマンさん、滑り王子でございます。いいね、こっちは滑り王がいますからね。王子ではない、滑り王様か。そうそう、キングと呼んで、キング、つなげたね、いいね、沖縄のね。で、沖縄大好きさん、こんばんは、初見ですって、初めましての方が来てくれてますね。沖縄大好きさん、沖縄大好きさん、俺も大好きです。でも沖縄大好きってことは県外から見てるってことよね。分かんない、沖縄の人が沖縄大好きさんって言うかな。うん、それは、そう、コメントくださいぜひ、俺沖縄大好きさんじゃないから。どこに住んでるか教えてね。でもほら、県外でさ、ダメだろ、県外で、もし県外なら、ピーチラビッツの中ね、そこに行って、例えばね、和歌山だったりとか、そこにライブしてくださいと。はい、はい、したら行きますよ。行きます。行きますよね。行きます。離島までは余裕できるよ。あきらさん運転だろ。俺運転。任せて。ですね。それでですね。うん、今先ほどはピーチラビッツさんのこのバンドのお話を言ったんですけど、はい、実はそのいちかさんがですね、ピーチラビッツとは別にちょっと音楽やってるみたいなので。そう。さっきちょっと話ちょろっと出ましたね。うん。うん、いきなりほら話を持って、ね、食器洗いで音を立ててるわけじゃなくて、しゅんさんがね、そうそうそう、他の、ね、ところで音楽やってるということで、そこのご紹介ももしいただければ。そうですね、はい、ありがとうございます、はい。私は、また別で吹奏楽の一般団体に所属してまして、はい、ウィンドアンサンブルティラミスっていうんですけど、これ 見えるのかな。見えると思う。もうちょっと前に、あ、違う、こっちくらいかな、あっちのカメラ、オッケー、ティラミス、はい、ウィンドアンサンブルティラミスの第20回定期演奏会があります。来月の6月5日日曜日ですね、沖縄市民会館の大ホールで行いますので、皆さんよろしければお越しください。お願いします。お願いします。いや、もうね、再来週ぐらいかな。そうですね、もう2週間切ったので、ね、ちょっとみんな必死で今練習してるんですけど。ね、もうすぐですもんね、来週です、うん、その練習の成果ぜひ見に来てください。沖縄のみんなは見に来ないとダメね。お願いします。規模が大きくなる、うん、沖縄市民会館、会館、はい、大ホールです。あの足火の近くですね。あ、そう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 、はい、ぜひ皆さん来てくださいね。はい、今回あの20回のアニバーサリーの定期演奏会ということで、あのプロの作曲家の方にティラミスの曲を作曲していただいて、ティアエースの祈りっていう曲を作っていただきました。ティアエース、これ知れかかる片岡弘明さんって方ですね。そうです、片岡弘明さんに作曲していただいて、はい、もう本当に吹奏楽の曲いっぱい書いてる方なんですけど、すごい、九州の方で今は東京にいるんですけど、ティラミスのために曲を作ってくれて。そうです、 それが今回このまた定期演奏会で聴ける。そうです、あの初演です。まあ、言ってしまえば世界初演です。ぜひ行きたい、お願いします。聞きに来てください、ね、ちなみにチケットってどこで買えるの？チケットはもう団員を通すか、うん、あとは当日券、当日券もありますので、はい、
はい、どちらも前売りとかはなくて、もう本当に全部800円で聞けますので。来ました、アニバーサリー価格。はい、ぜひお願いします。あとですね、団員募集だそうです。団員も募集してます、随時してますので。今ちょうど今一番欲しいのはホルンですね。ホルン大募集中です。そうなんですね、はい、いいきっかけかも。でちなみに主な入団条件があって、でクラシックからポップスまで吹奏楽が大好きな方、一緒に楽しく頑張れる方、希望パートの経験があり一定期間活動されたことがある方、基本楽器を個人所有している方で、未生児の方はね、相談でそうですねやってくれるそうで、ない方も全然体験とか見に見学はできるので、よかったらFacebook、Instagram、Twitter どれでも DM 送っていただいたらつながるので、ぜひフォローしてください。はい、アキラさんは入るそうです。はい、アキラさんホルン下手くそだったら多いですけど。待って条件に経験がないとダメみたいな。ホラン千秋みたいにホルンホルンアキラみたいな感じ。滑った、うん、大丈夫キングキングなんか滑る楽器ってないんですか。滑る楽器なかなかこう滑りまくるね、楽器があれば。なるほど、それが一番得意。滑る楽器探しとこうね。ちょっと待って、どれ滑る楽器、あ滑るトロンボーン、トロンボーン、トロンボーン、どうでしょうか、スライドがあるんでね。トロンボーンかできないでしょ。まず体験はさせて、体験したいんですね。体験でぜひね、じゃあはい、ぜひぜひ。インスタ、いちかさんもインスタやってますよね。あ、私の、うん、私はもうやってるけど、この、ね、個人的な、個人的なこの今言った当日券もあって、他の方 LINE、うん、知り合いの方がいればいいんですけど、はい、今聞いてるリスナーさん多分おそらくいちかさんのインスタに、あ、うん、それでも全然大丈夫です。DM か何かでやった方が早いのかなと思います、ね。はい、それでも全然大丈夫です。それでよろしくお願いいたします。お願いします。早いですね、もう残すところあと3分ちょっと。そうだね、エンディング流れてきちゃったからね、本当にもう、ね、どうしよう、しゅんさん今日くつろぎすぎでしょ。待って待って、今しゅんさんいたよね、今ね。前半パートで急に消えたの。そう、後半はいちかさんに任せたみたいなこと。ちょっとね、後半はちょっとティラミスのね、そうそうそう、まあ、定型のお話があったということでね、うん、まあ、ティラミスの話もしっかり、アンサンブルだからね、皆さん食べ物のティラミスとは絶対勘違いしないようにね。美味しいですけどね。美味しいけど、だけどそのしゅんさんプリンが大好きだから、うん、皆さんプリンぜひ差し入れで持ってきてください。待って、それしゅんさんに持っていく。日曜日に、日曜日ティラミス、ね、のつながりではないけど美味しいつながりでプリンをしゅんさんに持ってきてね。そこはティラミス持ってこいだろ。店長はさあ、私に持ってきてほしいけど。カフェラテ持ってきて。カフェラテが。あ、カフェラテお願いします。カフェラテよね。そんなにいっぱい飲めないけど。どうしよう、みんな持ってたので。いちかちゃん。キーパーで来るかもしれない。いや、もうあっという間ですね、本当にね。本当にな、早いっすね。早いだった、もうすぐですね、本当に。そう、もっともっとピーチラビッツのその音楽、例えば曲、例えば一番好きな 52Hz のクジラたちについてとか、また曲について今度喋りに来てもらったら、それやりたい、嬉しいなと思いますので。やっぱライブ前でライブの告知だけじゃなくて、曲に関してのね、そういう思いとか聞けたらな。そのバンドやってる人たちしか分からないこと、悩み事とか、そういろいろ自分たちが聞けないことを聞きたいです ね、 ね、本当にそこを本当はもっと深掘りしていけたらね、他にバンドしたい方たちにもすごい、やっぱ後押しになるかもしれないし、やらない子って思うかもしれない。やらない子、やらない子、やらない子、わからない。とりあえずライブ来いよって。とりあえずね、壊れかけのラジオを聞いてくれればわかりますので、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。もう、で次はね、じゃあ北斗くんが来てくれるってことで、うんうん、ちょっとね、北斗くんの場合はちょっと音楽の細かい部分を聞いてみようかなと。そうだね、一番聞けると思う。そうそう、まあ、いろいろ自分も音楽をしてる身としていろいろ聞きたいこともいっぱいあるので、うん、じゃあ好きな飲み物は聞かないでおくね。今ここでも出してもらいましょう。北斗答えて。ダメよダメよ。楽しみにしてるね。いや、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。でまた第3回第4回第何回まであるかも分かりませんけど、うん、でもまあライブ活動するたびにまた告知来ていただければ、うん、本当に、はい、ぜひぜひお願いします。はい、僕ら壊れかけのラジオ一押しのバンドですので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ最後にですね、で最後にですね、じゃあ
皆さんで自分が、グッバースデーっていうので、いちかさんも俊介くんもみんなで、あきらさんはいいです俺いらんの被られたみんなですね、みんなで送らせた方がいいですか。ワンテンポ送らせてから行った方がいい。グッバースデー、グッバースデー、グッバースデー。エコー、エコー。あきらさん、指名。指名。うわー、しゅんさん、すごいやつ。じゃあ、それ行くよ、それ行くよ。それで。じゃあ、皆さん、また来週お会いしましょう。それでは皆さん、グッバースデー。グッバースデー。グッバースデー。グッ。カフェラテ。下手そう。あー、滑るよ。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。すいません、カフェラテか。サイさん、ありがとうございます。本当に早い。マジかい、何も聞けんすな。北斗くんありがとう。タバッチありがとう。池田大好きさんありがとう。味噌煮込み好きさんありがとう。池田大好きさんありがとう。大好き。サイさん、マスクさんありがとうございます。味噌煮込み好きさんありがとうございます。ありがとうございます。スプリームさんの写真です。ありがとうございます。